皆さんこんにちスワイプ、斉藤相馬です。よろしくお願いします。皆さんこんにちスワイプ、目春以上です。よろしくお願いします。はい、はい、ガンガン GA の最新情報をお届けするガンガン GA チャンネル、うん、6月は我々2人がお送りします。よろしくお願いします。どうすか、なんか、照れますねあんまり2人で配信というかこういう番組はやらないよね。いやー相当ないよ ね、結構やっぱりあれですよね、うん、パーソナリティの方によって結構番組のテイストもね、うん、変わるでしょう、うん、ねえ大丈夫かなこの2人でそんな声優界でも明るくない方だよ割とね静かめな方の ね、2人組なんですけれども、ね、大丈夫かしら。いやいや本当にね、まあでも出会ってからで言うともう結構長い、ね、長いね、6年前ぐらい。でも結構プライベートでね、うん、まあ、最近はもちろん行けませんけど、うん、よくねご飯行ったりとか行ってたね、うん、懐かしいな。いやなかなかね今はね難しいから。難しいし、うん、やっぱ年取ると行かなくなるもんだねみんなね。まあでも本当なんかさ20前半はさ、うん、なんか毎週のように誰かね飲みに行ったりとかさ。一応梅原さんもその時期あったもんね、うん、その時期あったまだ元気な頃頑張ってた頃あったんだけどね。そうね、飲まなくなってくるね。まあまあまあ、もともとね、うん、そんなにこういろんなところに飲みに行こうぜっていうタイプでもないし、ね、そうタイプではなかったんだけど、うん、あの時はどうかしてたんだ逆にね、やっぱりね、うん、ガッツに溢れてね、今そのガッツの表現の仕方が変わるというか、ね、そういうことにしとこうかいやだからなんか今回さ、うん、やっぱりその、まあ、例えばリモートでこう飲もうって言ったらできるわけだけど、うん、そうね、こう対面で話せるっていう機会さ、現場一緒でもなかなかなかったりするじゃん。だからお話いただけて僕はすごい嬉しかったですよ。いやいやありがたいですよ。え、梅原さんやりますって言ってありがとうございますって確かにね、もう今現場で話すぐらいでしかないもんね、うん、しかもやっぱりね現場もこう、ね、入れ替えなきゃいけないからさ、そんなにこう長くとどまるわけにもね、うん、いきませんから、ね、はいはい、じゃあそんな感じで始めていきましょうかね、多分ゆったりなね感じになると思いますけど。そうだね、はい、うん、はい、ということでそろそろオープニングページをめくりましょう、はい、せーの、スワイプスワイプ。斉藤と梅原のガンガン GA チャンネル。斉藤と梅原のガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA とマンガアップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ガンガンオンライン6月の最新刊は、標的と暗殺者の10年間、これは育児の記録である、ニーナはパパを殺したい1、宮中で起きた事件の解決に堅物王子と奔放妃の最強デコボコバディ爆誕、嘘つき狐の巫女様は高級で謎を占う1、他人の本性を暴き人の心の内をめぐる青春サスペンス、電気うなぎの美少女攻略1、どんなに強い相手でも時を操るイコール最強、時使い魔術師の転生無双1。その他の新刊はこちら。ガンガンコミックスオンラインは毎月12日発売。ガンガンオンライン。斉藤と梅原のガンガン GA チャンネル、まずはゆっくり話していく時間です。事前にですね、もしかしたらないかもしれないですが、お互いに聞いてみたいことを一つ考えてきてくださいとのことでしたので、本当に聞きたかったこと、または絞り出した質問をもとにお話しします気を使われてるんじゃないかね。そういうことだねこれは。お前ら別に聞きたいことねえだろっていう意図を感じますよねだってね、この短い文章の中に2つ、うん、もしかしたらないかもと絞り出したって相当怖い。保険をかけてきてるねなるほどね。どうですか、まあ、改めて聞いてみたいことっていうとね。そうだな、どうしようかな、まあ、結構ね、うん、あの聞いてみたいことは実は結構俺はあるんだけど、うん、ただ使えないやつね。そうねこれを広くね皆さんに お伝えしている番組ですからねやっぱね、エンターテインメントたるね、そういうことですよね、やらなきゃいけないから。まあなんだろうな、
最近考えてることは、はい、じゃあ、はい、どういう葬式にしようかなとか考えてなんか昔は本当にもう葬式なんてくだらねえと思ってたもうなんかその辺に撒いてくれよって思ってたんだけ ど、ね、はいはい、いざこう自分が死んだ後を考えると、うん、確かになんか安らかにこうね、うん、先祖代々の墓に入るのも悪くないのかなみたいな、はいはい、そうね、なんかいやこれ本当になんか周りの人とかに笑っててほしいみたいな、うん、あそれは思うよね、思う、人生50年だからね信長時代だからそれは織田信長時代ですからそれはね、いやなるほどね、じゃあそんなことを考えてるんだ、うん、考える、あでも結構俺が聞きたいこともね、うん、ちょっと近いかもしれないね近いね、大丈夫かな、好きなひらがな何全然近くね、結構ね近くね、あでも深いね、いやこれはね、それは深いな、あの結構やっぱりさ、うん、この2021年にもなって、うん、手書きで字を書く機会ってどんどん減ってるじゃないですか、ね、だけどあの、まあ、各種手続きとかでさ、うん、どうしてもこれは手書きで書くっていうこともあったりするじゃない、うん、俺めっちゃ字書くの苦手なのよ、あ、そうなんだ、そう、あの親にも残念な字って言われたやっとほらちょっとあの恥ずかしいから梅ちゃんだけで見てほしい、はいはいはい、もうこんなんだから、あいやでもなんかめちゃくちゃな字ではないじゃん、読めるじゃん、まあまあね、他者が読めればいいそれ、まあ、伝わることがね、うん、丁寧に書くのが大事だと思うんだけど、そう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 、で書いてて、うん、あの俺も斎藤相馬っていう名前じゃん、うん、で意外と書くの難しいのが、うん、間とか難しいのよ、バランスね、確かに、あとそのだ俺多分ね、あの同じなとも苦手なのが、うん、まあもうしとかが苦手、なんか一緒じゃないですか、この流れが苦手なのかな、であのしのこう払いをさ、うん、持ち上げるタイプのしなんだけど、ね、うん、こうスッていく字の人かっこいいなと思うんだけど、そうすると全然バランス取れなくなったりして、あ、まあ、逆にだからそとか、うん、うとかはかなりの自信を持って書いてるんだけど、いやだってそ、ね、ソってさ、うん、あそ2種類あるじゃん、どっち書くかでしょ、そうそうそうどっち書くかでしょガンガン GA チャンネルこれはだから、まあ、どっちとも言いづらいんだけど、俺はつなげて書く方、こっちこっち、俺こっちなんだよ、あぽいいやこれはでももう私には分かってましたね、なぜかそっちから書き始めたから、あそっか、書き慣れてるんだろうなと思ったけど、これ書き慣れてないもんね、なんかもうそのソってそうそう、つなげる方のソって意外とね難しい難しい難しい、イプシロンみたいになっちゃう放り込んでいくね本当にソは深いね、そう考えるとね、逆にどう、でもなんか好きなひらがなとかある、むえ、むうまいすごいな、むってめっちゃむずいでしょ、だってえ、ちょっとあ、なんかゲシュタルト崩壊してきた、あ確かに、ね、あ、でも可愛い可愛い、え、なんかこれなんか無じゃなくてさ、無じゃないなんかちょっと分かんなくなってきた、無がなんかルーン文字みたいになってるけど、ね、昔はなんかこういう感じで無を書いてた、あ、この丸がチューブラリン状態、はいはい、なるほどね、で、無っていう字はこう下にした方がバランスがいいんだなっていうことに、玉を下にした方が気づいた時期があったんだよねで、結構好きになったんだよね、そうか、じゃあ無が無意味を持ち始めたんだね、そういうことだね、あでもいいな、いや俺無苦手なんだよなこれで1時間やれるけど、ちょっとね、だからひらがなで1時間語れるよ、結構ね今回お便りすごく多くの方から、うん、はい、いただいててそれ紹介していこうっていう話なんですけど、そういう分もうお便りにねいっぱい落書きしちゃって、なんか結構2人で何話してるんですかみたいなねやついただいたりしたんですけど、本当にこうだよね、こんな感じだ ね、 ね、 常にね、ちょっと梅原さんお願いします、せっかくですからね、はい、紹介しますよ、意外にじんでますけどね、お便りかえさんよりいただきました、ありがとうございます、斉藤さん梅原さんこんにちは、こんにちは、斉藤と梅原のガンガン GA チャンネルの番組開始おめでとうございます、はい、初回放送を楽しみにしていました、公にお二人でトークされるのは2017年の関西福祉科学大学の大学祭のトークショー以来でしょうか、またお二人のトークを聞ける、機会ができてとても嬉しいです、ここで質問ですが、斉藤さんは梅原さんの、梅原さんは斉藤さんの尊敬するところを教えてください、懐かしいですね、え、そんな前なんだ、じゃあ4年、二人はそうか、トークショーになるとそうか、覚えてるよ、大雨だったね、あ、めちゃくちゃ雨降ってたね、そう、俺は雨男だから俺もだからだ、まあ、ただ俺らのこの多分絵を見ていただいて、うん、まあ、晴れ男ではないだろうなっていう、そうだね、感じは ね、このジメッとしてるもんね本当にね色味もなんかねそうなんだよね、
明るさが何もない申し訳ないですけど、はいはい、じゃあお互いの尊敬してるところ、いやこれいっぱいあるけど、うん、本当に教養がある人だなって思う、うん、なんかその、いや僕の好きな作家さんの言葉でその教養があるっていうのは、はい、一人で時間を潰せる人のことだみたいな言い方をしてて、そのいろんなことを知識として知っているというよりは、うん、その知識のベースもありつつ、うん、発想力だったり、うん、その心の教養っていうのかな、うん、っていうのがやっぱすごくある人だなっていうのが、ね、自分もそのいろんな知らないことを知るのが好きなんだけど、うん、割とそれってこう努力というか、うん、そうありたいみたいなベクトルなんだけど、やっぱ梅ちゃんはこう自然とこう、うん、なんだろうな、生きてくる中で、うん、ちゃんとそれが身についてきた人なのかなっていう感じが、マジよ、そうなのかな、無の顔してるじゃん。確かに知的好奇心はある方かなとは思うけどね、文学ギャグみたいなさことを言ってもこうふって笑ってそれこれでしょって言ってくれると気持ちいいってなる、やっぱすごくこうさりげなく教養あるっていうのがかっこいいなっていうのが好きだな。いや、そう思ってたよ俺も。省エネすな。相馬くんはね、あれだね、本当インプットの人だね。完全、まあアウトプットでもあるんだけど、まあこの職業ってアウトプットなわけで、うん、はい、でそれって絶対インプットしなきゃいけないんだけど、やっぱそこをどうしてもこう。めんどくさがっておろそかにしちゃう人とか、まあ、僕自身もそうなんだけど、それを自然にやってるよね、はいはい、常に。もうそれも多岐にわたってさ、別に芝居だけじゃなくて音楽とか小説とか好きじゃん、うん、で俺はそれをなんかこうそのアンテナがここ数年ちょっとあんまり立ってないなって自分で思ってて、結構まあね、仕事も立て込んできたりするとね、そうそうそう、だから相馬くんと話して現場とかで会うとなんかそのかけらをもらおうと、なんかおすすめの音楽あるとか、なるほどなるほど、相馬くんが収集したものの中からより良いものをだけもらおうエッセンスだけよね、そうそうそう、抽出してやろうと思って、やっぱ聞き上手だなって思う、すごい。本当ですか、うん、梅ちゃんにちょっと聞いてほしいなって思っちゃう、うん、こと多いな結構。それはね、そうだと思う。雨音にかき消されてるからね、声が。頑張って話題を見つけたりしなくても、うん、あと話題が途切れても、うん、なんか喋ってるのすごい楽しいなって。それはそうだね。いつもなんか思わせてくれるなって。うん、あとね、多分根本が一緒なんだよね。あ、でも結構近い、ね。根本が一緒だから。うん、多分自分のダメなところも多分持ってるなっていうのは思う。お互い最初からない袖は振らないからね、相手に対してはそれはあるな、うん、じゃあ続きまして、はい、こちらアイスナインさんからいただきました、はい、ありがとうございます、梅原さん、斉藤さん、ガンガン GA チャンネルの6月パーソナリティ就任おめでとうございます。ありがとうございます。まさかお二人がガンガン GA チャンネルに出演されるとは思ってもいなかったのでとても嬉しいです、うん、ところでお二人は長袖ですか？初代パーソナリティが、うんうん、ガンガン GA チャンネルは半袖袖なし推奨だとおっしゃっていました。そうなの？内田悠馬さんも長いんじゃないとさくらさんからお叱りを受けていたので、もし長袖を着ているのであれば袖ちぎった方がいいと思います。まだ肌寒い日も多いですが体調には気をつけてください。いや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 、お前お便りやな、体調心配すんならね。ない袖を触れないって言ってからの頃、そういうことですね。一応まだ袖あるけどみたいな。いやでも俺らがもしさ、この何回か、ね、うん、出演させていただいてだんだん袖なくなってったらもう、うん、最後の方はタンクトップだよ ね2人してね。ワンちゃん俺今下タンクトップだけど。我々で肩出ししたことある衣装とかでさ、あ、でも撮影っていうか写真はあるか、あるあるある、うん、なんなら上裸があったからね、そうだね、その時思わず連絡してしまったわ。そうそうそう、うん、そう、例えばさ家とかでタンクトップ1枚みたいなことってあったりするの、うん、タンクトップ持ってないんだよね。あ、むしろそうなんだ。じゃあもう素肌に T シャツ着ちゃうみたいな。いや上裸家だと今の季節上裸だよ。あ、じゃあむしろレスリー K さんに撮っていただいた時は普段に近い、うん、素の梅原っていう。すごいね、逆に上、昔から上裸だね夏は。それは別になんていうか、どこまで聞いていいか分かんないけど、そのご家族とかっていうか、ご実家のご家族がそうってわけでもなく、わけでもなく勝手に暑いからっていう。
まあでも実家ってそうなるよね。なっちゃうよね。確かにな。いやだからまあここがね、うん、どの程度までリラックスしていけるかは分かりませんけれども、リラックスできてるなと思ったら僕は上乱になります。おもむろにね。そう。温まってきたなってなったら。ありがとうございます。もう一つぐらいいけますか。またの名をサラダさんよりいただきました。ありがとうございます。田原町さんかな。以前梅原さんが、前に斉藤壮馬と原稿の話で盛り上がったとおっしゃっていましたが、何度考えても雑談の中で原稿の話をして盛り上がれるポイントが分からず気になって夜しか眠れません。斉藤さん梅原さんのように教養のある会話で盛り上がれたら人生楽しそうだなと思うので、その時はどんな点で盛り上がったのか教えていただけますか。まあ、盛り上がり方は本当にこうでしかないんですけどね。その、まあ、原稿の話って僕は言っちゃったんですけど、実際は鎌倉武士の話、ね、うん、そうね、どっちかっていうとね、歴史トークというかね、うん、まあ、鎌倉武士相当物の符だった説みたいなね。血の気の多い頃の日本人の話好きです。結構ギリギリを攻めてるね。もう脱いだ方がいいんじゃないかね。もう多分なんかやっぱ好きなこと似てるんだろうね、うん、なんかこれちょっと気になるなとか、そうだね、変だなとか、うんうんうん、なんか似てるのかもしれないな。確かにそうだな、うん、こんな感じで、お便りはここまでとなります、はい、引き続き僕たちへのメッセージは大募集なのですが、次回はテーマを設けたいと思います、うん、こちらです。聞かれたことがない質問のみお答えします。せっかくなら初出しトークができればと思っていますので、ぜひ各所でまだされていなさそうな質問を送ってください。はいはいはい、ね、えなかなかね聞かれることも多いですからね、うん、その中で面白いね。でもね、どういう感じの質問が来るのかですけれども、はい、たくさんのメールをお待ちしております。お願いします。絶賛発売中のヤングガンガンコミックスは、甘くて淡くてじれったい S 級美少女との理想の日々が始まる。痴漢されそうになっている S 級美少女を助けたら隣の席の幼馴染だった、1。フィオラ王女に迫る危機、最強おっさんの欲望と愛の冒険譚、待望の最新刊、万年 D ランクの中年冒険者、酔った勢いで伝説の剣を引っこ抜く、5。リアルのヒロインはいりません、11。貴族転生、恵まれた生まれから最強の力を得る、3もよろしくね。ヤングガンガンコミックスは毎月25日頃発売。ヤングガンガン。ガンガン GA チャンネルピックアップコンテンツ、これが本番ですから。そういうことですね。ここからね、情報番組ですからね。はい、ということで、ガンガン GA チャンネルからのおすすめ作品情報コーナーでございます。はい、今回ピックアップする作品はこちら、天才王子の赤字国家再生術、ソーダ売国書。うん、はい、こちらの後ほどお話しするんですけれども、今年アニメ化が発表されまして、うん、私斉藤壮馬が主人公のウェイン役を演じさせていただく作品でございます。うん、この番組でもですね、過去に取り上げたことがあるそうなんですけれども、うん、改めて私から作品のあらすじをご紹介したいと思います。完全に積んでる国家の運営、無茶振りされました。さすが殿下、これが狙いとは。どこまでもついてまいります。殿下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 、一体どうしてこうなった。資材も人材も兵力もない弱小国家を背負うことになった若き王子ウェイン、文武に秀で臣下からの信頼も厚い彼には密かな願いがあった。国打ってとんずらした。そう、王子の本性は悠々自適の隠居生活を目論む売国奴だったのだ。だが大国に媚びを売ろうと外交すれば、予期せず一方的に利益を手にし、隣国との戦争で程よく勝とうとすれば大勝利、名声は上がるが売国は遠のき、臣民はイケイケ状態で引くに引けない。天才王子による予想外だらけの弱小国家運営譚開幕という感じになっております。すげー。いや本当に何だろうな、まあタイトルにもかなり出てるんですけれども、うん、とはいえこう戦略もの的にも楽しめるし、うん、あとねテンポがめちゃくちゃ良くてギャグっぽいところがあるかな、うん、すごくあって、あだからウェインはねすっごいずっと喋ってる、うん、いや楽しい、
楽しいよね、そういうねテンポいい作品。声優あるあるだと思いますけど、うん、ページをめくってもめくっても、うん、自分のキャラの名前書いてあったらやっぱ、うん、おいやるぜってなるよね。まあ気合入るよ ね、 ね、うん、ありがたいですよ。ということでですね、主要キャラクターを簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずは私が演じさせていただくウェイン・サレマ・アルバレスト、うん、こちら、ナトラ王国という王国の王太子でございます、うんうんうん、病に倒れた王に代わって摂政となったと、うん、で非常に優秀な人なんですよ彼は、うんうん、ただその優秀さゆえに自国のダメっぷりを誰より理解しており、あまり王様業をやる気がないというですね。なるほどね。非常にこう若くして、うん、まあ、立場もあって、うん、で基本的にはその、うん、悪い人というわけではないんですよね、うんうんうん、ただどっちかといえば、うん、その強国に挟まれて頑張っていくよりはのんびり暮らしたいなと考えていると。今時だね。でのんびり暮らすために暗躍していったらなぜかすごいうまくいっちゃって引くに引けないというですね。なるほどね。はい、非常にユニークなキャラクター。本人的には意図してない方向ではあるんです。そうそう、だからある意味意図はしてるんだけど意図してない方向に巻き込まれちゃう的な、ある意味主人公気質な、ね、なるほどね、キャラクターだと思います。続きまして高橋理恵さん演じるニニム・ラーレイでございます。はい、ニニムはですねウェインの補佐官を務める少女で、まあ、メインはもう本当幼馴染というか気心知れた仲なんですけれども、まあ、そんな彼女のことをウェインは自分の心臓と呼ぶくらいにも全幅の信頼を置いておりまして、本当にこのなんだろうな、うん、天才王子の魅力の一つとして、うん、そのウェインとニニムの軽妙な掛け合いっていうのがあって、割とこうウェインは、うん、やっぱりできる人なんだけど、うん、ニニムがちょっとねお姉さんっぽいっていうか、あ、そっちなんだ。そうなのよ。もうやだよニニムとか言ったら、うん、はいはいみたいな、たしなめてくれるというですね。いやこれはね可愛いですよ。この掛け合い面白そうだね。はい、うん、そして続きまして、ガンガン GA チャンネルパーソナリティでもある千本木さやかさんが演じられているフラーニャ・エルク・アルバレスト、うん、はい、ナトラ王国の王女でございます、うん、まあ、つまりウェインの妹ですね。妹、はい、でもうお兄ちゃんであるウェインのことを心から尊敬していて、うん、自分も王族として、まあ、兄の助けになりたいと思って勉強をすごい頑張っていると、うん、でニニムもやっぱりねずっと近くにいますから、うん、ニニムのことも実の姉のように慕っているというね、うん、まあ、フラーニャはだからそういうところでウェインたちよりも若いんだけど、説明パートが多いのフラーニャ。あー大変だ。そうだからこの3人は三者三様のね、うん、やっぱりこう声優力がいかんなく試されているという。大変だな。いや結構ね、かっこいい固有名詞がいっぱい出てくるんだけど、うん、やっぱりね難しい。だってフラーニャ・エルク・アルバレストとかね、ニニム、ニニムラーレ。そうなのよ。きついね。それをよ、うん、それを完璧にさ、うん、本番で噛まずに言えた時の、うん、もう俺の勝った感だよ。アドレナリン出るよね。やったぜっていうね、本当にね楽しくアフレコさせていただいてまして、面白そうだな。はい、そんな形でざっくりとキャラクターについてご紹介しましたが、うん、先ほども触れました通りもうアフレコも進んでおりまして、うん、テレビアニメ化が決定しております、うん、タイトルは天才王子の赤字国家再生術となっております。おい、私斉藤壮馬は主人公のウェインを演じさせていただくのですが、うん、アニメのティザー PV があるということなのでご覧いただきましょう。どうぞ。Once upon a time, in a faraway land, there lived a prince, a genius prince. The genius prince fought alongside his people and led them to a great many triumphs. However, truth be told,He just wants to let everything go and live in tranquility. 国、高く売れねえかな。はい、うーん、ということでご覧いただきましたが、すごいね、まあ、英語のねナレーションで、うん、あれもね、一緒にウェインも最後喋ってましたけど、うん、撮らせていただいたんですけども、うん、ディレクションがもうとにかくすっごい超大作かのようにかのように、すごくシリアスで、うん、すごく完璧で、うん、めちゃめちゃ豪華絢爛な作品が始まるように、うん、ナレーションをしてくれというディレクションで、そこからの最後のセリフのオチってこと、はい、問題発言だよね。いや結構ねここだけ切り取ってみるとだいぶ
強い言葉なんですけども、ね、この PV からいろいろね、うん、妄想していただいて、ね、本編どうなるかというのを楽しんでいただきたいですね、うん、絵もすごい綺麗でしたね、はい、うん、ちなみにですねアニメ化が決まった時の斉藤さんのメッセージ VTR があるそうです、はい、そちらも、ご本人の前で見ていきましょうどうぞ。皆さんこんばんは、斉藤相馬です。 GA レーベルの新規アニメ化ラインナップ発表について1作品私から発表させていただきます。今回アニメ化されます作品はこちら、天才王子の赤字国家再生術ソーダ売国しようです。おめでとうございます。そして私斉藤相馬はですね、主人公であるウェイン・サレマ・アルバレストを演じさせていただくことになりました。よろしくお願いします。この天才王子の赤字国家再生術は原作は GA 文庫から刊行、原作者は鳥羽徹先生、イラストはファルマロ先生でございます。覇権国家の脅威にさらされる弱小国家ナトラ王国、若くして国を背負うことになった王子ウェインは補佐官のニニムに支えられながら才能を生かした見事な手腕を発揮し始めます。でもこの国めちゃくちゃ積んでる、内政に手を入れようにも金がない、よそから奪おうにも軍事力がない、まともで優秀な人材は他国に流出してしまう、早く繰り打ってとんずらして。そんなウェインの願いはとっとと隠居して悠々自適の生活を送ること、大国に媚びを売り国を売れば夢が叶うはず、しかし外交も軍事も予想外の方向へ転がってしまい、知恵と起点で世界を揺るがす天才王子の弱小国家マネジメント、ここに開幕といったストーリーとなっております。いや本当にもう喋っていてもすでにワクワクが止まらないんですけれども、キャラクターたちももちろん魅力で、その軽快なユーモラスな展開も楽しいんですけれども、僕も原作を拝読していて、その国家運営ものと言ったらいいんでしょうか、なのでかなりこう戦略的なエピソードやストーリー展開も出てくるので、そちらがお好きな方にも楽しんでいただけるんじゃないかななんて思いますけれども、まあウェインさんもですね、もうあらすじの段階で一国を背負う王子にもかかわらず国を売ろうとしているという、一体この後どうなっていくのか、お楽しみにしていてくださいませ。そしてアニメのキービジュアル第1弾も解禁でございます。ここかな、出てると思いますけれども、先ほど私も見させていただきましたが、非常にかっこいいビジュアルですね。ということでここまで駆け足で作品のご紹介をさせていただいたんですけれども、まだアフレコはスタートはしていなくてですね、ここから本格的に始動していくんですけれども、まあなんといってもウェイン王族ですから、当然その気品とかもあるんですけど、やっぱりそこはね16歳の男の子っていうこともあって、その等身大な喜怒哀楽のメリハリある表情も見せてくれる、本当に面白い人で、本当になんかあの人どなたが声を担当されるんだろうみたいな、僕自身もすごく今から楽しみな点が、盛りだくさんな作品でございます。本当に原作ファンの方も、アニメから入り口の方もぜひ、本放送まで、今しばらくお待ちいただいて、オンエア楽しんでいただけましたら幸いです。お願いいたします。ということで、それではテレビアニメ天才王子の赤字国家再生術お楽しみに。ありがとうございました。懐かしい髪型してたねちょっとねだいぶ今ねもはや懐かしさを感じるけど、いやにしても椅子豪華だったね。椅子豪華だねあれね、すごいね。ただなんか自分でこうなかなかコメントさせていただいた動画を公開されてしばらく経ってから見返すことってあんまりないじゃないですか、ないね。で今回ねこのガンガン GA チャンネルで、さっきもさあらすじ紹介したじゃない、で時まだアフレコ始まってないってさっき言ったじゃないですか。そうかでも始まってるんで、やっぱ、ね、断然ウェイン入ってるなって思いました。だってそうか声大きかったでしょそうか、あの時アフレコもやってない状態でウェインのセリフもやってたんだね。そうなのよ。そうかそうか。いやだからね、本当にもうアフレコが進むにつれて、どんどん作品面白くなってるので、早く見てほしいです本当に。
はい、ということで、はい、こちらあキービジュアルもねこちらにご用意いただきましたけれども、うん、アニメの方もね、うん、よろしくお願いします、うん、という流れでアニメ化も決まっている原作天才王子の赤字国家再生術ソーダ売国しようは現在最新第9巻が発売中、はい、10巻は8月発売予定です、うん、またコミカライズ版ソーダ売国しよう天才王子の赤字国家再生術は漫画アップにて連載中、コミックスは現在最新第3巻が発売中、最新第4巻は9月発売となりますのでぜひチェックしてみてください。さあということで、うん、まあ、ここまでね天才王子のご紹介してきたんですけれども、なんと、うん、新規ミニ PV の制作が決定しました。ありがとうございます。しかもですね、なんと、この番組の中で、これから音声収録していこうと思います。本当ですか。はい、さらに、はい、やっぱりね梅原さんいらっしゃるんで、いいんですか、梅ちゃんにもご協力いただければなと。今回はですね、はい、まあ、メインの声を俺がやって、うん、はいはいはい、でナレーションを梅ちゃんにやってもらおうと。いやちょっと梅原さんのナレーション僕大好きなんで楽しみですね。わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。それではスタンバイ。資源も人材も兵力もない弱小国家を背負うことになった若き王子ウェイン。文武に秀で臣下からの信頼も厚い彼には密かな願いがあった。国打ってとんずらしただが大国に媚びを売ろうと外交すれば予期せず一方的に利益を手にしてしまい、将来の帝国領土ともいえる我が国に先行投資をお願いしたい。え、皇帝が死んだ、中流軍も撤退、じゃあ俺が帝国はめて金巻き上げた形になってるじゃん。隣国との戦争で程よく勝とうとすれば大勝利。この一戦で証明せよ我らが北方の地に座す竜であると。勝ちすぎて撤退を言い出せる空気じゃない。名声は上がるが売国は遠のき、臣民はイケイケ状態で引くに引けない。一体どうしてこうなった。予想外だらけの弱小国家運営譚、ただいま好評発売中。はい、いかがでしたでしょうか。うん、この番組がね、ええ、配信される際にはきっとかっこいい映像が、うん、出来上がっているはずですので、うん、ありがとうございます。そして梅ちゃんもご協力ありがとうございました。ありがとうございました。さて、ガンガン GA チャンネルピックアップコンテンツではこれからもアニメの新情報などをお伝えしていきます。近いところで言うと僕が出演させていただくゴブリンスレイヤー2期の情報もあるかと思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。お楽しみに。 GA 文庫6月の最新刊は今月は新作が3点。助けた女子高生は初恋の人に告示していた。君は初恋の人の娘。好意ダダ漏れ甘々両から回りラブコメ。どうしようもない先輩が今日も寝かせてくれない。主人公敗北確定のラブコメ開幕。ラブコメ嫌いの俺が最高のヒロインに落とされるまで。その他こちらの人気シリーズも続々登場。 GA 文庫は毎月15日頃発売。 GA 文庫天才王子の予算に合わせた買い物術。ここからは先ほどご紹介した作品天才王子にちょこっと引っ掛けまして2人で遊んでいきたいと思います。はいはい。今我々の目の前にはたくさんのお菓子が用意されているのですが、うん、値段を予想しながら予算に合うよう買い物カゴに入れていき、より予算に近かった方の勝ちとなり勝者はお菓子を持って帰れます。お、なお予算オーバーの買い物をしてしまったらドボン、うん、ドボンの場合は罰として自分が思う天才のポーズで写真を撮られ番組、ツイッターに掲載されます。なるほど。梅原さんどうですか、お菓子そんな食べるイメージないけど。お菓子は、まあ、食べるっちゃ食べるんだけ ど食べるときに値段をそんなにまじまじと気にしてないんだよ ね300円の遠足のおやつと違うから状況が確かにな、わかんないんだけど、これこちらねスタッフさんがコンビニで買った値段基準って、はい、予算は1500円です。え、そんなに。300円のおやつの5倍ですね。1週間の旅行じゃん。夢のある話ですよ
じゃあまずはね、相馬くんから買い物お願いします。わかりました、うん、まあ値段予想しながらカゴにどんどん入れてってください。いやこれはでもだから、うん、クリアしたらもらえるわけだよね。もらえる。だからまあそのゲーム性の中でも勝負しつつ、うん、欲しいものも貪欲に選んでいきたいですね。なるほど、私は。いやこれでもさっきのそのあの頃じゃないけどさ、うん、まあ、こういろんなやっぱお菓子ねありますけど、うん、例えばねこういうさ、うん、昔からありますね、ね、これもう懐かしい。あの頃にすぐ戻れるからもうこの味はちょっといっちゃうから、これでもあの頃で考えると、あの頃もでも300円の予算を逼迫しなかった気がする。絶対そうそう、だからまだね全然安牌だと思うの、うん、まあ、とりあえずそうだな、多分ね50円ぐらいだと思うんだよね。50円多分ね、うん、じゃあ50円だと思ってちょっとね、はい、こちらにじゃああのカゴありますから入れていきたいと思います。1500円でね、いやこれもう全部買えんじゃないのこれそれ無理かどうでしょうね、まあ、あとはですね、うん、まあ、俺割とね飲むの好きだから、うん、そうね、結構飲む時にお菓子食べるの好きなんですよ、つまみとして。はい、でこの中にはね、うん、2商品私がいつもね飲む時にね欲しいやつがあるんですよ。まずこれじゃがりこ、これはもうたまらんね、やっぱり、ね、お酒に合うんだ。合いますよ。そうなんだ、めちゃくちゃ合いますよ。まああのビールとかハイボールとかにね、うん、炭酸系の飲料に合うかなって、うん、まあ、そういう番組じゃないんですけど、ね、ただ俺も一緒で、うん、さっきの梅ちゃんと、うん、ただいくらなのかっていう。そうなんだよな、いやこれでも、まあ、200円ぐらいじゃないかな多分。お、はい、でもう一つがこれですね、うん、おプリングルス、プリングルス。俺もねポテトチップス大好きなのよ。こっち派なの？あのね、サワークリームオニオンの気分だった今。あ、なるほど。今今ね今ね、これはでも結構いくんじゃないの？結構高そうだけどね、うん、300円くらいかな。お、はい、だから今、550円かな、うん、予想だとそうだね。あと1000円あと1000円ぐらい全然いけんの。じゃあやっぱこっちもいっとこうよ、こっちもね、はい、やっぱね、ポテトチップスね。これコンビニだとね限定で 85g なんで、ね、あ、そうね、はいはい、はい、いいよね、嬉しいですよね。そう、65とかだもんね、スーパーとか。じゃあこれも、うん、これ300でいっとこうかな。はいはいはい。いやちょっとでもそろそろやっぱりこう思うよね、うん、甘いの欲しいなって。あ、なるほどね、思うから。しょっぱいのと甘いのも交互に。どれ、あ、君もいたの？甘くねえよこれはこれね多分ね、うん、80円ぐらいなのよ。あ、まあリアルな多分80円。いやちょっと甘いのね、うん、俺はこれかな。コアの、まあ定番ですよね。そうね、はいはいはい。これどうなの？マジでいくらなんだろう。全然ピンとこないなまあ200円ぐらいかな。お、もう一個ぐらいでもいけそうだな。あ、俺これも好きなんだよね、チョコボール。いいね。これ子供の時エンゼル集めてた人もね、いるんじゃない？いいんじゃないですか。いやもうそろそろだろう。お買い上げです。お、決まりましたね。なるほど、はい、じゃあ、さあ次は僕いきますか。はい、じゃあ梅原さんのね、これ皆さんレアですよ、梅原さんのお買い物シーンは。本当に値段見ねえからなただ1500円でしょ、だいたい100円のもの14個くらい入れればいいってことだよね。そうね、消費税も考えるとね。そういうことだよね、はいはい、これ100円でしょ、だいたい100円前後だと思います、はい、ってなると多分チョコボールも80円とか、その辺だと思うんだよね。なるほどなるほど。もうこれでまあざっくり200円、はい、これも100円前後でしょ明らかに。そう、まあまあまあ、そうだよね、結構定番ではあるよね。じゃあ300円、はい、僕これ結構買えますよ。はいはいはい、これ100円前後です本当か本当かな。400円でハイチュウも100円前後。まあまあその考えでいくとね、うん、500円。これもね、俺も80円ぐらいだと思うんだよ。80円の記憶あるよな。そう、分かる、ね、だからこれ1個、はい、100円前後とか、ね、100円前後がある。こういうのがね、これ読めないね。これ読めないんだよ。いや意外とね、意外としたりするんだよ。意外と兵力ある可能性あるよ、ね、この国家は。ってなるとダースは、あ、はいはいはい、いっても120円じゃねえかな。なるほどね、まあ、これいっとくか。はいはい、うん、アポロか。あの昔のちっちゃいアポロなら100円前後なんだよね。あ、ちょっとなんか袋だしね、うん、そうなんだよな。いやでもただパッケージが変わっただけじゃねえかこれ。なるほどな気がする、はい、100円前後、はい、たらたらた。これは
これこっちのパッケージ俺初めて見た。ああ。あっちだと100円、80円とかかな。うん。120円としようじゃん。はい。もうざっくりいこう。うん。これで1000円。1000円。これ100円前後。これね。いや、これどうな。200円だ。はい。あと300円。あ、だんだんいいとこ来たね。これいい線いったんじゃないか。300円でしょ。これ240円ぐらいだ、ね、根拠どこ。だからこれを入れて終わりにします。はい、こちらでということで双方買い物終了でございます。はい、どうかな。結構でもまあ各々ね、しかも違うジャンルのもの。そう、俺はね細かいので攻めたんだけど、うん、俺結構ねプリングルスがね、どんどんこれがね読めないね、わかんないな。さあじゃあ、はい、相馬が選んだ合計金額は839円。少な。まあ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 、そのもんか。単行本とかも買えますから、これで。そうだね。はい、それでは梅原さんの合計金額お願いします。おお、1364円。素晴らしい。やったこれはもう買い物上手すぎるでしょう。行きましたね。いやでもすごいもん、よく見るとね。こっちまだ入りそうだもんな。わあ、これ全部持って帰っていいんですか。これじゃあこれも持ってっていい。そうなるとすごい量だよ。よって勝者は私。はい。でドボンはなし。まあ、ドボンはないけど、うん、まあでも負けは負けだよ。あ、じゃあツイッターで晒し首になる。首をつける、首を晒し物にしといてくれ。いや、いいですいいですよ、全然。天才の役でやってますから私。なるほどね。天才のポーズも天才的にうまいですよ。役作りの一環ですよね、それはもちろん。ということで撮影タイムスタート、お願いします。動きありきじゃねえかよ。あー天才っぽい。あー前髪もね分けちゃってね。なかなかパターン取るね。おー、どういう天才だそれは。あー何かを見ている。いいですね。あ、何かに気づいた。何に気づいた。微笑む。あ、いいですね。これ長くない。長いよね。ということでツイッターの方にお写真載せようと思いますのでよろしくお願いします。以上ですね、天才王子の予算に合わせた買い物術でした。 GA ノベル6月の最新刊は最強の悪徳ギルドマスター誕開幕。俺は冒険者ギルドの悪徳ギルドマスター。人材を適材適所に追放したらなぜかめちゃくちゃ感謝されました。 GA ノベルは毎月15日頃発売。 GA ノベル。ゆるくおうちでゲーム。さあ、先ほどね、はい、非常に接戦だったんですけれども、うん。続いてはですね、はい、今の時代に合わせて、うん、お家で遊べるゲームを紹介するコーナーでございます。なるほど。今回遊ぶのはこのゲーム、ザ・マインド。ザ・マインド、はい、です。これ聞いたことありますか、梅原さん。いや初めてですね。そうなんですね。やるのも初めてです。僕はちょっと一回やったことがあるんですけれども、簡単にルールを説明したいと思います。ザ・マインドは1から100まで書かれたカードがあり、はい、プレイヤーそれぞれが配られた手札の中から数字を順番に出していき、うん、参加者全員が手札を全て出し切ったらクリアという協力型のゲームです。なるほど。はい、ただし協力型のゲームにもかかわらず、一切の相談、コミュニケーションは禁止というルールがあって、無言、ジェスチャーなしで間だけで判断するという察知する能力が問われているゲームなんですけれども、例えばその梅ちゃんが1と3持ってて、で俺が2と4持っててっていう時にこう1出して2出して先に俺が4出しちゃったらあ、もうアウトっていうような
ということで、まあ、その空気を読み合ってね、お互いでカードを出していくんですけれども、まあ、今回はさすがに2人ということもあって、うんうん、まあからさまに答えを伝えなければ多少 OK というね。ちなみに正式にはですね、レベルカードとか、うん、ライフカード、流星カードなどなど他にも使うカードがあるんですよ、うんうん、なんですけども、まあ、今回は気にせずシンプルにやっていこうと思います。わかりました。で、手札の数は1枚から始めていって、うん、クリアしたら次は2枚と、うんうん、3、4と増やしていって最終的に5枚でのゲームクリアを目指して、5枚は難しそうだね。やってみますね。さあさあさあ、じゃあまあまあ何はともあれね、一回やってみましょうか。はい、じゃあまずねカード引いてください、はい、まずは1枚から、はい、ね、せーの、アウトです。早っ。これ100までだよ、100まで。そうだよね、過半数以上なのに結構堂々とね。いや、堂々と最初してんのかなと思っちゃって。あ、なるほど、そっかそっか、そっちね。あ、これ微妙だなの方だった。ちょっとこれ一番下に入れて、まあ、こんな感じでね、1枚も意外とむずいと思うけどね。そうだね。じゃあいきますよ、はい、せーの、おお、よし、ね、クリアです。ああ、なるほどなるほど、まあ、これぐらいのさジェスチャーできればね。そうだね、意外とね、まあ、ちょっと慣れるまではやって、うん、徐々にちょっとね頑張っていきたいと思いますけど、ね、じゃ次は2枚、じゃあ次2枚引きましょうか。これまた2枚になるとね。じゃあいきますよ、はい、せーの、これ綺麗だ、綺麗だね、綺麗綺麗綺麗、そんなでかい数字があるとな、こういうことなんですよ。なるほど、もう2枚成功。いや、もう簡単じゃないか。次3枚3枚いってみよう。3枚どうだろうね、むずいな。いきますよ、せーの、マジか。あー、惜しい。最後俺これだったんだよね。あ、これはもう温存ということ。悔しい。1と94来ていながら32と39は分からんわ。ちょっとね、ここはね難しいな、これは。いやー、まあ、でもね、ほんとなんかサクッとワンゲーム終わるからさ、うん、そうね、何回でも楽しめるというね。よし、じゃあ3枚いきましょうか。スタート。よし、すごい。48、49、あぶねえ。これすっごいね。いやいや、でも素晴らしい。3枚クリア。よっしゃ。次4枚。4枚きついな。もうそもそも相当ね、うん、チートしてるからね俺ら。本当はだから複数にいるとそういうことか。もうちょっと厳しいわ。
じゃあ4枚いきます。スタート。はい。50、51、52、すげえ。53までか。すげえと取るかシャッフル不足と取るかだけど。いやこれは絶妙だね。これ絶妙だね。いやいや、うわ待ってよかった50出すまで。このゲームはでも本当にやっぱ勝ち合っちゃう人と結構うまくいかなかったりするから、うん、なるほどね。いや4枚クリアだよ。よっしゃ、じゃあもうアストラストだね。ラストだよ。いやーいいね、結構サクサク来てるんじゃない、うん、さあじゃあラスト5枚3、4、5。じゃあスタート。いけたね。いけたし、これご覧の方どういう感情なのか、大丈夫なんですかねこれは。それは分からない。いやできたね。わでもやっぱこういうのってさ、うん、まあ、それこそやっぱりあのリモートとかでやることも不可能じゃないけど、うん、やっぱりこうね、まあ、あの対策はするにしても対面でやれるからこそというか、うん、いや面白いねこれ。これもう皆さん忘れかもしれませんけど、うん、テンション上がったからもう脱ぎ時かもしれませんね、うん、一応まくったわね。あ、そうだ、ちょっと俺をまくっとこうかな。それをまくったんだよ。いやめちゃめちゃ楽しかったね。いこれいいね。ちょっとねまたぜひね、うん、機会を作ってやりましょう、うん、はい、ということでここまででございます、はい、次回はどんなゲームで遊べるのでしょうか。以上ゆるくおうちでゲームでした。君のスマホにエンタメアップ、スクエアエニックス全紙の名作新作300タイトル以上を基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、その名もマンガアップ。今月は万能村作りチートでお手軽スローライフ、賢者の魔道具工房、ギフトがなくても冒険者になれますか、ゼロから始まる成長チート、こちらの3作品が新連載スタート。まだアプリをダウンロードしていない君は今すぐマンガアップで検索。漫画アップ。
さて最後はインフォメーションコーナー、片方がお知らせをしている間、もう片方はプチ企画として、色紙に今後この番組でやってみたいことと相方の似顔絵を描きますなるほど。どう、絵とか描く？いや、まあ非常に得意ですよね。本当に絶対得意じゃない人、はい、この言い方はね、まあまあまあ、81プロデュースだからそれはなるほど、画伯がいるから、まあ、まずはですね、お知らせをするのは僕、はい、プチ企画似顔絵と今後この番組でやっていきたいことを書いていただくのは斉藤さんです。わかりました。じゃあ早速ね、通りかかると思いますよ。お願いします。じゃあお知らせです格好だけはそれっぽいな、まずはガンガン GA からのお知らせです。今月のガンガン GA はコミカライズ10タイトルが登場。まず現在発売中となる新作タイトルですが、規格外の実力を持つ2人兄弟で異世界最強、双翼の武装使い1巻、屈服確定敗北必至、放課後ガールズラブコメディ、女同士とかありえないでしょと言い張る女の子を100日間で徹底的に落とすユリのお話1巻、王国最強戦力、その名は絶滅の魔女ユリル、殲滅魔道の最強賢者、無才の賢者、魔道を極めた最強へ至る第3巻、テレビアニメ化決定、友達の妹が俺にだけうざい3巻、黒龍 VS 若き日の勇者パーティ、ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年が経ったら伝説になっていた第6巻、27歳を終えると男子高校生がシークレット授業とキャンプ、ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか第6巻、なぜダグラスは呪われたのか、父と娘がそれぞれの過去と向き合う、冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど愛娘ができたのでのんびり人生を謳歌する第7巻、のんびりしている暇がない異世界アットホームコメディ、スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました第9巻、ヤマト奪還作戦完全決着、超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです第12巻、勝つぞ俺たちの方が強い、最強賢者の異世界無双、失格門の最強賢者、世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しました15巻、以上が発売中です。またガンガン GA では他にもこちらの作品を連載しております。流れてますね、いろいろあります。相馬くんも今書いておりますね。どんな感じになるのか楽しみですね。まだまだありますか？天才だな。はい、OK です。天才だなという声が聞こえました、ということでますます作品が充実するガンガン GA はガンガンオンラインと漫画アップで同時展開中です。ぜひ覗きに来てください。まさかもう終わった？整いました整ったそうです。不安しかねえな続きまして、君のスマホにエンタメアップ、スクエアエニックス全紙の名作新作300タイトル以上を基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、その名も漫画アップ、今月は少年村長さんプラス美少女たちイコール幸せ、チート級ギフトで最強村作り始めます、万能村作りチートでお手軽スローライフ、冴えない魔道具職人は実は元伝説の賢者、ロマンたっぷり最強魔道具ファンタジー、賢者の魔道具工房、努力でギフトを掴んだ少年の無双サーガがここから始まる、ギフトがなくても冒険者になれますか、ゼロから始まる成長チート、こちらの3作品のオリジナル新連載がスタート、またオリジナル連載より以下の作品が発売中となっております。こちらもいろいろございます、よろしくお願いします。皆さんぜひよろしくお願いします。まだアプリをダウンロードしていない方は今すぐ漫画アップで検索、ダウンロードして作品を見てください。ということで書けましたか？はい、似顔絵もうまく描けたし、やりたいことも詰め込めたかなと。詰め込めた、はい、いろいろあるわけだ。はい、まあいろいろあるんですけど集約しましたね。なるほどなるほど、はい、じゃあ私が描いた、はい、梅ちゃんの似顔絵とこの番組でやりたいことはこちらです、はい、どういうこと？ちょっと待って、似顔絵はともかく何、叫び合いって何？いや今日さ、やっぱりウェインでいっぱいね、うん、叫ばしていただいたんですけれども、うん、僕はあの梅原さんの叫び声がすごく好きなので、うんうん、この番組でこう掛け合いでさあ、こうそれこそこうさ、お互い向かい合ってこう銃をこう突きつけ合って叫ぶみたいなやつとかをね、やってみたいっていうね。おお、それは面白いかもね。でもね、はい、だから本当にね、うん、うまい似顔絵とまあそうだね、似てなくはないかもしれないね。ちょっとでもこの目元とか雰囲気あるんじゃないですか。あ、似てる。こうちょっと目のね、この
なんていうの、涙袋とかね、涙袋かな、はい、味はあ確かにあるその文字といい、なんかツッコミじゃなくてもフォローのほうなありがとうございます、はいます、はい、さあでは続いて、うん、梅原さんにプチ企画をやっていただこうと思います。梅ちゃん絵の方はどうなんですか。似顔絵描くと大体バカにしてるって言われるさあじゃあ非常に期待が持てそうですけれどもね、わかりました、はい、じゃあ梅原さんお願いします、はい、さあ続きまして今月のヤングガンガンインフォメーションです、うん、6月18日発売のヤングガンガンナンバー13はすれ違い続けた2人の思いがついに交差するコンビニで君との5分間が関東カラーで登場。センターカラーは待望の単行本第1巻発売間近のエチエチコメディエッチなおもちゃの作り方。ラブコメ満載のヤングガンガンナンバー13は6月18日発売です。以上ヤンガンインフォメーションでした。続いて GA 文庫からのお知らせです。まずは新刊情報から。今月の GA 文庫は新作が3点。君は初恋の人の娘、どうしようもない先輩が今日も寝かせてくれない、ラブコメ嫌いの俺が最高のヒロインに落とされるまで、また以下の人気作続刊も登場でございます。はい、出てますかね。はい、続きまして今月の GA ノベルからは新作が1点。俺は冒険者ギルドの悪徳ギルドマスター、人材を適材適所に追放したらなぜかめちゃくちゃ感謝されましたが、発売されます。さらに以下の人気作続刊も登場でございます。出てますかね。はいはいはい、そして、こちらの特装版が予約受付中となります。私も出させていただいてます。イモン座の、8巻ドラマ CD 付き特装版もあるということです。一体なぜ梅原さんが笑ってしまっているのかね気になるところなんですけれども、お知らせ続けたいと思います。どの作品もぜひぜひチェックしてみてください。続きましてメディアミックス情報です。放送中のテレビアニメスライム倒して300年の放送配信情報はこちら。はい、出てますかね。はいはい、ブルーレイは、上巻は6月30日、下巻が7月28日にそれぞれ発売予定でございます。特典などの詳しい情報はアニメ公式ホームページをご覧くださいませ。というわけで、番組ではこれからもアニメやドラマ CD など様々な情報をお伝えしていきます。我々が出演する作品の情報もお伝えできる予定です。これからもガンガン GA チャンネルをよろしくお願いします。さあということで GA レーベル情報終わったんですけれども、はいはいはい、梅原さんどうでしょう。ぼちぼち できました。あ、できましたか。はい、はい、だいぶね、もうすでに笑いが若干その絵心だけじゃなくてもうその心根の問題なんじゃないかという気がしないでもないけれども、これ怒られるないいですか。それではじゃあ梅原さんが描いた私の似顔絵とやりたいことをお願いします、はい、どうぞ。こちらですあ、でも梅ちゃん絵うまいね。うまくねえだろいやちょっとね、想像以上にひどくなっちゃったね。いやなんかでも、うん、サルトルみたいになってるよいやでもマッサージされたいは、ね、一言も言ってないけどよくわかったねこれは。マッサージされながらガンガン GA チャンネル、なるほど、ね、全編お送りするっていうのはどうですかね。あれですか、その、うん、まあなんか流す系とか、うん、押す系とかいろいろあるじゃないですか、うん、結構じゃあきつめのやつでもいいんですか。きつめの、まあたまにはいいですよね。おー、ワンコーナー足つぼでもいいですけどあ、それはでもありかもしれない、うん、まあよくね、実際に足つぼを押されてるのどっちでしょうとかもね、うん、あるよね、あったりするし、うん、え、梅ちゃん痛いのはどうなの。俺、そんなに弱くはないはずなんだけどあんまりされたことがないからわかんないけど、あ、まあ、確かにね、でもこう普段できない経験をね、この番組でガンガンやらせていただけるとね、いいと思いますから、ね、本当に、うん、はい、まあ、でも叫び合いもね、その痛いマッサージだったらもう入っちゃってるからね。あ、確かに確かに両方一気にできるかもね。足つぼされて何デシベル出せるかみたいなそれはぜひね、続いての展開に期待してください。はい、ということで以上インフォメーションのコーナーでした。進化した GA 文庫大賞、最高賞金は300万円、大賞・金賞作品はコミカライズ確約、第14回後期募集開始、輝く場所はここにある。 GA 文庫。
はい、というわけで斉藤と梅原のガンガン GA チャンネルエンディングのお時間でございます。いや結構でも、うん、いろんなことやらせてもらったね。そうだね、もう盛りだくさんだったね。ゲームあんな白熱するとは意外とね、あれでも大人数でやりたいな、ね、本当にね、うん、まあ、その機会もね楽しみにしつつ、うん、まあでもまだ次回以降ね、うん、また違うこともきっとやっていくでしょうから。そうだ、ね、メールもね募集したもんね。そうですね、まだ質問されてないこと、うん、マニアックな質問ねいただけたら。何が来るやら。最初結構皆さん、うん、ひらがなでそんな広いのっていう尺はみたいな感じでしたけども、ひらがな1時間はいけるよ。ひらがないけるよ。まあね、そんな我々パーソナリティ2人をね、はい、温かく見守っていただけましたら幸いです、はい、ということで名残惜しいですが今回はここまでとなります。次回の配信もお楽しみに。お相手は斉藤聡馬と梅原以上でした。次回も楽しこれ難しいね、せーの言うわそうだね、せーの、次回も楽しいページめくりになりますように。スワイプスワイプ。斉藤と梅原のガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA と漫画アップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。